まずドラゴンズ OB の矢沢健一さんです。矢沢さん、よろしくお願いします。ようこそステージ、はい、どうも、じゃよろしくお願いいたします。どうぞ。はい、でライオンズ OB 松沼博久さん、松沼さん、よろしくお願いします。こんにちは。矢沢さん、松沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと前の方に行きます。はい、よろしくお願いします。僕1期生ですからね。あ、ラウンズ最初ね、西武球場ができた時から、はい、ちょっとこうここでプレーしてましたからね。はい、ラウンズの初勝利も松沼さんの勝利ということで、はい、今ですね、ラウンズにも安田さんのピッチャーが今年ドラフトで入りまして、非常にいいですよね。はい、アンダースローの割にはですね、はい、すごくコントロールがいいんですよね。コントロールがいい、はいはい、僕より相当いいですよね。あ、相当いい。でも、はい、運は僕の半分以下ですね。あ、運はちょっとないと、はい、運はないですね、はい、でも実力は十分と。実力は僕の倍あります。アニアンじゃなくてマキアンというのは、マキアンと呼ばれて、それは松沼さんがアニアンというふうに呼ばれてた頃から由来でマキアンというふうに呼ばれてます。アニアンとはね、私の中学の先輩後輩なんです。同じ中学校、頭上がらないんですよ。珍しいよね、これね。可愛い妹さんがいたんですけどね縁が深いと。縁がなかったんですよ。縁がなかった。そちらの縁はなかったそうです。はい、いや、すごかったですね。すごかった、はい、はい、僕は3年間、はい、根本監督にお世話になって、はい、自由にやらせてもらったんですが、根本さん自由にやらせていただいて、はいはい、広岡さんになって自由がなくなりましたね。それはいろいろこう指示とか、まず食事制限がすごかったですね。はい、で当時豆乳はね、はい、大流行りしたんですが、あれはライオンズの広岡さんが自然食の中で、はい、牛乳はダメだから豆乳にしなさいと、はい、で豆乳を飲むようになる、はい、なんか部屋の冷蔵庫も全部ホテル行くとアルコール禁止ですよ。はい、で本人は飲んでたっす。あ、本人は飲んでて、まあ、飲んでましたけど、僕はもう隠れては飲みますけども、はい、まあ、でも基本的にはね、本当に管理されてるっていう意識が強くて、はい、飲んでもそうですし、はい、練習の濃さ、はい、こんなにいっぱい練習やってどうするのっていうぐらいの練習やりましたね。びっちりやらされたと。びっちりやりました、はいはい、1日500球ぐらい投げてました僕。まあ、その年はね、はい、面白いんですよ。前期優勝して胴上げして、はい、飲みに行ったり、はい、いろんなドンチャーして、はいはいはい、でプレーオフで勝って3回優勝して3回胴上げできるんだ。そうなんですよ。で日本シリーズ勝って3回、はい、1シーズン3回胴上げして、で銀座に飲みに行ったりですね、はい、いろんなことができたんですよね、はい、厳しかったんですけども、はい、そういう部分ではものすごくいい思いをしましたね。そこもいっぱいあったと。はい、胴上げそんなにするもんじゃないよな。いや、いいやな。まずは少ない方がいいですか。はい、とにかくライオンズは強いんですよね。強いんですけども、ちょっと歯車が今合わなくて、はい、苦戦してるんですけども、はい、まだ連勝始まって、はい、今日マキアンで勝ったら相当上行きますよ、はい、交流戦の最近ライオンズいいですからね、はい、期待してください。はい、今日はマキアンのピッチングに注目。ちょっと僕先発じゃないのでわからないですけど、はい、新聞等によるとね、大丈夫です。大丈夫です。今シーズンもね、はい、ぜひとも日本シリーズで、ライオンズとドラゴンズが、ね、対戦できれば、はい、私たちの仕事も増えますんでね、はい、ぜひそういうのを願ってます。ファンの皆さんもどうか応援をよろしくお願いします。はい、では試合前の対決よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では本日は、ライオンズ松山博久さん、ドラゴンズ矢沢健一さん、8位で当時を語るということで、いろいろ思い出を語っていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。